皆さんこんにちは、キスケです。今回は床アリーナを使っていこうかなと思います。で、まあいつもの床アリーナとかなら多分ロトとか採用してるとは思うんですけども、今回はタバサを採用して、まあ、除去札を回収できるようにしながら、まあ、戦っていこうかなと思います。で、プオーンからマイを確定でサーチできるようになったので、まあ、ソロはいらないという感じですね。で、まあ、間違ってこう、マイユ、間違ってっていうか、まあ、運なんですけど、マイユが手札に来ちゃったと。でも、プオンがいると。まあ、そういう時でも、コブド、もしくはアカリリス、この辺をサーチできてくるので、だいぶ強いんじゃないかなと思います。で、まあ、今の環境、結構ムーンフェイスがぶっ刺さっているということなので、まあ、2枚採用してます。はい。っていう感じかな。まあ、タバサと相性がいいんですよね。タイガークロウ、打ちながら、1MP 回復できるとか、ワンドローできるとか、すごいね、回転率がいいので、だいぶ簡単に、眉でリーサル取れるような構築になってるんじゃないかなと思います。はい。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければ、フォローもお願いいたします。それでは、ラグマッチ、やっていきましょう。見せてやる。さあ対戦やっていきましょう。お相手ピサロですね。すごい季節外れなピサロですけど、まあやっていきましょう。ムーンフェイスいいですね。まあアグロじゃなくてできれば8ピサロとかの方が、まあ、試合が長引いて楽しいかなとは思うんですけど、どうなんでしょうかね。まあ今8ピサロ普通に強いからね、8ピサロの可能性が非常に高いとは思うんですが、はい、コブドウ1枚しか入ってないのに引いてきたな。なるほど。さあ1ターン目テンションアップ、ピサロナイトは出さないってことは8が濃厚かなーっていう気がしますね。プオンいいね。プオン行こうか。うん、はいはい。うん、エンド。さあ、眉を確定で引いてくる。まあ、冒頭でも言った通り、もし眉を素引きしていても、アカリリス引っ張ってくることができるんで、まあ、十分強いかなとは思ってます。はい、さあ、8発動。ほい。テンションアップ。エンド。さて死の奴隷いいっすね。悪くないな。はい、さあじゃあフェイス削っていきましょう。はい、エンド。まあプオンでぶつけなかった理由がやっぱりトゲコンボでしたっけ。うん、あいつに対して取れるんで。あ、ベビーパンサーか。まあ、ベビーパンでもいいっすね。はい、上が結束。まあ結婚する直前あたりでムーンフェイス使ってあげればだいぶいいんじゃないですか。はい、処理。さあ、はい、聖剣好き、聖剣好きか。じゃあタバサ、ほんで、処理。聖剣好きは使わんでおくか、さすがに。まあ普通に処理しましょうか。はい、処理。処理。エンド。ちょっと HP1 に聖剣好きはもったいなすぎるような気がしますね。さあ4ターン目トレード。さあトゲコンボ、そうね、さもないと。上が血族、コブドウいけそうですね。コブドウは、まあ、安定して飛び蹴りが引けるっていうのがやっぱり強いんですよね、うん、と思ったけど、これ切り裂きピエロが結構強そう。はい、なるほど。じゃあはい、 OK、 エンド。私のターンだ。
さあさあ5ターン目、メイデンドール床の上に滑らしていく。はいはい、フェイス、オッケー。さて頑張りましょう。無鉄砲、あー無鉄砲いいね無鉄砲結構いいよ。んじゃあまず精神統一、はい、回し蹴りか。どうしようかな、どうしようかなどうしようかな。無鉄砲まだいっか、赤リリス引っ張ってきてからまあおいおい使っていこうかなと思います。じゃあ回し蹴り、はい、テンションアップ、エンド。はい、何にするか。さあ眉が6点。さあデスタムーアは打っとしいなデスタムーアはすごい打っとしい。とりあえず無鉄砲で動かして前列来るなら制限好きかな。無鉄砲使わなくてよかったですね。じゃあ、はい、いや違うな、小武道、手札7枚小武道を使って、はい、あーでもあれか、はい、動けないのか、あーじゃあ無鉄砲、はい、 OK、 エンド。そうだよ動けないんだよテンションアップ、ピサロナイト、我が血族、まあ、回し蹴りで一掃しましょうかね。じゃあ6コストグレイツェル、はい、ランダム5体、まあまあいいんじゃないですか。はい、ちょっと、まあ、これ全部処理できないか。グレイツェルの効果が発動してるんで小武道をまた殴れないということでちょっと厄介ですね。うん、5点食らうかこれ。さて頑張りましょう。はい、死の奴隷、はい、それ、うん、死の奴隷、はい、聖剣好き、聖剣好き、はい、 OK、 テンションアップ、エンド。さあさあどうでしょう、ムーンフェイスがすげえ可愛くこっちを見ている、こっちを眺めてる。さあ8コスト、リス欲しいね、リス、リスが欲しい。さあ、お、ゴンズ懐かしいな、ゴンズ。さあテンションスキル、しかも前列なんですね、うん、さあそして余った4コスト、ホークブリザード、なるほど、はい、さあレベル3になっていく、まあムーンフェイスで下げちゃいましょう、嫌がらせしましょう、はい、レベル1はねちょっとカード引かれちゃうんでそれはそれでめんどくさい。あー死へのいざない、うーんゴンズ取れへんな、どうしようかな、はい、頑張りましょう。タイガークロー、うーんタイガークローいいんじゃない、はい、お魔力共鳴、カード引いてと、排水の陣、ムーンフェイス、ほい、はい、
テンションアップで殴ってストレートパンチで取りましょうか。はい、 OK、 ストッパンで精神統一。はい、闘魂打ちエンド。さあ、まあ準備はできてるかなとは思うんですが、あとリスが来ればちょっとねやりやすいかなと思うんですよね。さあテンションアップ、ピサロナイト、我が血族。はい、さあけどねこっちの体力もちょっと危ないちょっと危ない。あ、処理してくるならまあいいでしょう。はい、さあ5コストマタンゴ壊れないですよね。さて、マイをガンガン貯めていきましょうか。うーん、切り裂けピエロいいね。切り裂けピエロ、はい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 、いいね。悪くないぞ。じゃあ、テンションアップ。はい、アジアしてあげる。リス欲しい、リス。うーん、タイガークロー、精神統一。じゃあまず闘魂打ち、うん、はい、魔力共鳴。さあブラッドレディ除去札がだいぶこれでかき集めれるって考えると強いですよね。で、精神統一、はい、格闘パンサー、タイガークロー、はい、まあエンドかな。はい、エンド。さあ徹底除去ですよ、徹底除去。さあ10ターン目、ああ死へのいざない。攻撃力7以下、全てのユニットを除去できるやんけそれめちゃめちゃやな。はい、テンションアップ。まあ、結構ピサロってカウンターデッキでもあると思うんですよね。だから結構動きづらいとは思う。スマイリーロック13点、まあリーサルはないんで、じゃあとりあえずブラッドレディ、はい、はい、スマイ、あーまず角パン、はい、はい、精神統一。じゃあ精神統一、はい、闘魂打ちか。いやリス引かんなあと7枚やぞデッキ。いいのか。うーん、じゃあはい、 H タイガークロー、いいっすね。さあスマイリーロック、はい、さあ手札9枚、テンションアップ。うーん、まあユニット残ってるうちに使っといてもいいかもしれんな。はい、エンド、はい、さあこれで18点貯まりましたよ。さあどうする。マイユリーサルが近づいてますね。ダークマタなるほど、まあ、これは正直ありがたい。うん、進化しないってことはこれ進化の秘宝がありそうなんだよな。あ、これリーサルか。じゃあ死の奴隷、はい、はい、死の奴隷、はい、で飛び蹴り、はい、じゃあ眉でリーサルですね。 OK、 対戦ありがとうございました。まあ武器で殴ってもよかったけど、まあ眉で決めたかったんで覚悟しなさい。トリケラトプスケンみたいな格好してますよね。 OK、 対戦ありがとうございました。強いなこの私が。さあ対戦やっていきましょう。お相手ククールですね。ククールはどうなんやろな、結構戦えると思うんですけどね。
うん、だいぶ時間もあると思うしね、ククールだと。多分復活をガシャガシャしてみたいな感じでしょ。はい、はい、眉引いていく。ほい、エンド、スマイルロック。さあテンションアップ、戦うをフェイスかな。うん、オッケー。さあ、ほい、明るいです。いいね、いいペース。パンチ、ほい、味わしてあげる。はい、プオン引いていく。プオンってことはこれ小武道かリスですね。はい、飛び蹴りいいね。はい、タワサ。お兄ちゃんどこ行っちゃったんだろう。エンド、さあ行こうか。さあ3段目マッドオックス。なるほど、なんで前列なんやろなんで前列なんやろ。はい、ムーンフェイス。まあでもこれは時間稼ぐか。精神統一、無鉄砲。うん、プオン、はい、パンチ、あれパンチ、エンド。さあどっち、アカリリス。さあどうするか。マットオークス入ってるんやったらエイトの方がなんかね、噛み合いそうな気がするんやけど、違うのかな何かが違うのかな。はい、テンションアップ、攻撃と。思いっきり行くわよ。さて小武道普通に引いたか。まあムーンフェイスで、はい、エンド。また1点からやり直せ。戦う。まだ眉1点も上がってないんですよね。それがちょっと気がかりではあるけど。癒しの波動、はい。そしてニードルラッシュ使っていく。マジか、ありがたいな、それは美味しい。はい、さあ格闘パンサー、ちょっと床欲しいですね。床ないと動けないんで。うん、はい、飛び蹴り十分ですね。まあはい、排水の陣使おう。死の奴隷とかもまだおるんで全然構わないですね。はい、まったりしていきましょう。はい、エンド。さあ床1個ぐらいないと厳しい。さあブラッドレディ、はい。さあじゃあこれはアカリリスぶっぱしていきましょうかね。うん、テンションアップ。アカリリス飛び切り、飛び切り無鉄砲、なかなかいいんちゃいます。えい、回し蹴り、ほい、リス、懐かしのぶっ壊れ。はいはい、せい、はいはい、はい、ほい、はい。さあじゃあ無鉄砲、はい、私に任せてちょうだい。ギューン、オッケー、なかなかいい感じにたまりましたね。15点になったわ。はいはいはい、ほいほいほいと、オッケー、エンド。16点ですよ、早いもんすね。ただククールは盤面の HP も結構高いから、もうオーバーキル、オーバーキルぐらいの勢いで貯めていきましょう。さあまあ6ターン目にして16点は上出来じゃないか。しかもまあ小武道から飛び蹴りも安定して2枚引けるんで、
2枚目のアカリリスもいい感じに回ってくれるかなとは思います。さあ7ターン目、もしここで甘えたグレイナルを投げてくるようならちょっとね見してやらないといけないですね何を見せるんだと。さあ王女救出、まあ、ミラクルソードとかで一発で落ちちゃうんですけどね。あーデスタムーアか、はい、まあ、あーそれやったらコブドウ効かんな。なんで前列え、なんで前列なんこれ、はい、ラッキーやけど、はい、じゃあコブドウ、はい、パンチパンチエンド、前列やからめっちゃ助かってんけど、はい、さあ行こうか行こうか、アリーナ見なさすぎて忘れたんかな、もう僕もありますけどね、うわアリーナやんみたいなうわアリーナやったわみたいな時ありますけど、オルゴデミーラー、気合注入、はい、闘魂打ち、じゃあアカリリス、はい、つるんと、はい、ほい、嫌でしょうねまたこういう時代が来たかと、ほい、さあ飛び蹴り引いて、あれはい、セイ、はい、パンチ、うん、はい、いいんじゃないいいんじゃない、ほい、ほい、パンチパンチパンチ、さあ21点、精神統一、はい、死の奴隷いいね、はい、ムーンフェイステンションアップエンド、はい、どうでしょう、どうするか、21点ですもうきつくないか、さあ王女救出、はい、さあちょっと、ベリアル、あーなるほど、ちょっとずらされたなそれは、ドンけどリスが生き残っていく、14点、リーサルやなそれでもなおリーサル、恐ろしきマイユ、オッケー、対戦ありがとうございました、いや強い、いや強いな、えい懐かしい、対戦ありがとうございました、おいおい嘘だろ、皆さんお疲れ様でした。今回は床タバサアリーナ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか、まあ、やっぱりタバサとの相性がいいですよね、でやっぱり懐かしい、どこか懐かしい匂いがする、まあ、アカリリスこんなに強かったんですよねまあ今ではね、もうアカリリスもやっぱり環境がね、ずっと強い環境が、強いカードがどんどん出ていったので、アカリリスの影が薄くなってるとは思うんですけど、もう十分アカリリスまだまだ強いと、まだまだ戦えるということを、まあ、見せることができたんじゃないかなと思います。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは。よきドラゴンクエストライフを、バイバイ。